フライ級松葉斗也、そしてこちらが青のグローブ優斗、実績十分元ボクシング日本チャンピオンが優斗、赤のグローブが松葉です。現クラッシュ王者の大鹿陶器とは K-1 甲子園2022アンダー55キロの決勝戦で対戦がありました。ただ大鹿には判定で敗れ準優勝という結果です。これは石川さん、勝った方が、はい、チャンピオンに大きく近づく一戦ですね。そうですね、このどんどん、ね、このフライ級も盛り上がってきてますからね。はい、はい、左これが秒殺すごいな。ボクシング元日本ライトフライ級王者、一発でしたね。左のフック一撃。いやー、この優斗選手ね、昨日いろいろ話をしたんですけど、はい、この初めてのこの K-1 ルール、ね、メータイルールとかもやってた選手なんで、どうなのって聞いたら、もう全然もう僕はむしろこっちの方が得意なんだって言いましたからね。いやー、これは驚きです。稲垣選手、はい、これどう話したらいいか。いや、今日まだ KO がなかったので、はい、すごいインパクトありましたね今。対戦相手に駆け寄りましたが、これ一発目ですよね石川さん。そうですね、ローキックの後の、はい、最初の、はい、うわボロ、あもう殴ったとこでも飛んでますもんね。いやこれまでもね、あのこれまでの試合でもですね、体を沈めての右フックっていう場面は良かったんですけど、はい、この左フックでも同じようにインパクト強烈な一撃でしたね。初のクラッシュですが、はい、今トロフィー片手に涼しい表情を浮かべています。そうですね、このムエタイルールでもベルト巻いて、はい、日本のボクシングでも国際式ボクシングで巻いて、このクラッシュ K-1 ルールで、ええ、ウイジンがこれですからね。まさに小足のリングにぴったりの選手がやってきました。はい、丸藤選手いかがですか。はい、いやそのボクシングから来たということでね、最初のこのキックとかにどういう風に対応するのかなっていう質問をしたかったんですけど、それが愚問でしたね。はい、もう速攻で終わってしまいました。まあ、言うと今30歳、これマイクです。応援ありがとうございました。そして K-1 とあのクラッシュのファンの皆さんこんにちは。僕はあのハングリージムという代表の兼選手の言うとって言います。今日はちょっと早く終わらせたんで自己紹介させてください。今回まずボクシング、メータイ、いろいろやってきた中でこの K-1 のクラッシュのリングに、ね、上げてくださったのに、いろんな人が協力してくれました。本当にありがとうございます。せっかく僕今年30になるんですけど、リングに上がってきたからにはですね、目標があります。ベルトはもちろんなんですけど、まあいいでしょう、こんなね早く終わらせたんで言わせてほしいんですけど、K-1 のフライ級作りたいです僕は。ね、身長が僕みたいにちっちゃくても体重が増えなくても、今日みたいな対戦相手の若い子でもしっかり人を感動させられるってことを、僕が伝えていきたいと思います。応援よろしくお願いします。石川さん、K-1 フライ級を作りたいという話。そうですね、さっき僕も、ね、最初に言ったようにですね、この一人目立つ選手がいて、そこに噛みつく選手が出てきて、ちょっとその階級が盛り上がってくる、はい、それを運営がどう見るかっていうのはね、これまでの K-1 グループでしたからね、はい、その今のはありますよね。楽しみです、これから初のクラッシュ、存在感十分に見せました優斗。